三ン海海戦三ン海海戦は太平洋戦争中の1942年5月上旬 MO 作戦中に日本海軍と連合国軍の間で発生した戦闘ポートモレスビー攻略を目指して三ン海に進出する日本軍の計画を知った連合国軍が先に進出し空母機で日本の攻略部隊を空襲したため日本海軍が空母部隊で 敵空母を捕捉しようとして発生した。5月8日の戦闘では、米空母2隻と日本海軍の空母2隻が攻撃を交わした。この海戦は対抗する両艦隊が互いに相手の艦を視界内に入れずに行われた歴史上最初の海戦となった。1941年9月、太平洋戦争海戦前に行われた連合艦隊図上演習において、 中部太平洋のカロリン諸島トラック白地を根拠地とする日本海軍の第4位艦隊はラバウル攻略後はライやサラモアなどニューギニア島東部へ進出すべしと主張した10月の頭上演習でも第4位艦隊はラバウル確保のためさらに前方の用地を攻略すべしと主張した連合艦隊はラバウル進出後の戦略や同方面作戦について 具体的に研究していなかった。軍令部はオーストラリア委任等治療パプアニューギニアの陽光ーーポートモレスビーやツラギ島を第一線とすべきと考えていたが、やはり具体的な研究はしていなかった。英連邦オーストラリアは海外に精鋭を派遣していたため、本土防衛力に不安があったが、戦略的に見て同国は南西連合軍の後方基地であり、日本軍が ジャワ島まで到達した場合、重要拠点となり、初戦で艦隊主力を失った米軍も残された対日反抗拠点として重視していたので、戦略的価値が高まり、米国と共同して、領土防衛、米豪連絡路の確保に努めた。また、日本軍の大本営海軍部も、オーストラリアの戦略的価値急増に伴い、戦争終結促進のため、 オーストラリアを英連邦から脱落させることを模索し始めた。そのため、オーストラリア北部と北東部の用地を攻略し、米合連絡路の遮断、同方面の敵海上兵力撃滅を検討した。大本英陸軍部は、オーストラリア全土の占領は不可能であると判断して、海軍案に反対したが、 南方洋域防衛の観点からオーストラリア北部を抑える必要性は認めていた。主樹接省の末、陸軍も海軍側の米合連絡路の用地攻略案に賛成。ここに日本陸軍もポートモレスビー攻略に加わることになった。1942年1月23日、第4艦隊を機関とする南洋部隊は、 ニューブリテン島のラバウルとニューアイルランド島のカビエンを占領した。南洋部隊はラバウルの航空基地化を促進した。ラバウル占領後、南洋部隊はニューブリテン島各地を占領して航空基地を設営し、またニューギニア島東部の連合軍飛行場に空襲を行った。1942年1月29日、軍令部は大会市47号で、 連合艦隊に対し、連合艦隊司令長官派別市中央協定に、準拠指令領、ニューギニア及び、ソロモン軍党に対、する作戦を実施、スベシと、ラエ、サラモア、ツラギ、ポートモレスビーなどの攻略を指示し、さらに2月27日、ナウル、オーシャン両党の攻略が、大会指第59号で指示された。南洋部隊はこれに基づき、3月に、ラエ、サラモア、 4月に、つらぎ、ポートモレスビーを攻略するように計画した。計画は、まず、日本陸軍と海軍が共同で、ニューギニア島東部のライトサラモアを攻略し、ライトサラモア占領後、オーストラリアをアメリカから遮断し孤立させる、戦略構想の一環として、ニューギニア島南東岸にあるポートモレスビーを奇襲攻略することを決定した。ニューギニア島は、 中央部を東西に山脈が走っているため、北岸からの陸路での攻略には困難が予想され、海路から攻略を行う方針が決まった。同時に、日本海軍単独でソロモン諸島のツラギ島を占領し、同島に水上機基地を設営して、産後海の警戒を行うことが決定された。この作戦における海軍の主任務は、陸軍府標第四十四連隊。 海軍クレ特別陸戦隊を乗せた11隻の輸送船の護衛である。3月8日、南洋部隊は第6水雷戦隊を主力とする攻略部隊で、ラエとサラモアを攻略、占領する。直後の3月10日朝、空母歴シントンとヨークタウンを帰還とする、米軍機動部隊がラエとサラモアに、航空攻撃を敢行。日本軍は、所在艦船十八隻中、 艦船4隻沈没、中波昇波14隻、戦士130名という損害を出した。この攻撃による損害に不安を感じた、陸軍南海市隊長、堀井富太郎陸軍少将は、軽空母、小王鳥が輸送戦団護衛に着くだけでは、アメリカ軍機動部隊出現時に対処できないと判断し、3月20日の伝文で、 有力な日本軍機動部隊の増派を求めた。ラエサラモアの攻略に成功した直後、反撃を受け感染に大きな損害を出したため、南洋部隊は損傷艦艇修理と整備のため、ポートモレスビー攻略作戦を1ヶ月延期して5月下旬、実施予定とした。ポートモレスビー作戦実施に向け準備を進める南洋部隊に対し、連合艦隊は、 ミッドウェイ島攻略作戦を検討し、4月5日には、軍令部もミッドウェイ作戦の採用に至った。連合艦隊は5月上旬に、ポートモレスビーを攻略し、6月上旬に、ミッドウェイを攻略、7月上旬に、FS 作戦を実施、10月を目途に、ハワイ攻略作戦の準備を進めることにした。4月10日、連合艦隊は、化艦隊 部隊に対し、第2弾作戦第1機兵力部署への転換を命じた。当初案では、南洋部隊に編入されポートモーレス B、攻略作戦に参加するのは空母カ加賀であった。しかし現地指揮官から空母造成の要求があり、連合艦隊と第4艦隊の交渉の結果、加賀から第5航空戦隊に差し替えられた。発令された、兵力部署により、南洋部隊は、 第4艦隊、第6戦隊、第5戦隊、5航戦、駆逐隊に、空母、小を取り、水上規模艦が水穂等となる。このうち、第5戦隊、5航戦、第7駆逐隊、第27駆逐隊が、ボートモレスビー作戦に伴う増強戦力である。5航戦は、昭和16年9月に編成されたばかりで、 連ンも劣っていたため、実戦の経験を積ませる目的があったという。当時、第五航空戦隊は、ナグモ機動部隊に所属して正論を機械戦参加、作戦を終えて、日本へ帰還中だった。連合艦隊と大本営海軍部は、ポートモレスビーは5月10日までに攻略する方針を固めていた。そのため、ミッドウェー、アリューシャン作戦に、 同部隊の戦力が転用されることからつらぎ、ポートモレスビー攻略は5月上旬と、さらに変更された。第5航空戦隊は4月25日にトラック島に到着した。井上成美第4艦隊司令長官は、MO 機動部隊は、有力なる敵海上部隊の所在判明せざる場合は、なるべく速やかに、タウンズビル方面の敵飛行場を吸収。 所在航空兵力を撃滅すべしと命令した。これは、MO 機動部隊が正解意見のない参謀会に投下も、とどまり、敵艦隊攻撃から敵航空基地撃滅まで、あらゆる任務に投入されることを意味し、連合艦隊司令部は、MO 機動部隊の作戦に関し、胴体は敵の機動部隊に対する作戦を第一義とし、合衆用地の空襲については、 同体の兵力並びに、豪州北方海域の状況等に鑑み、特に慎重を要されたし。なお、敵陸上基地航空兵力の撃滅には、所要の基地航空隊を集中作戦するごとく、取り計らわれたしと第四艦隊の命令を取り消している。井上中将は、第五航空戦隊は、三五海方面に敵が出現した場合にのみ、 これを撃滅せよと命令を訂正した。南洋部隊の作戦計画では、まず第19戦隊が、ソロモン諸島のつらぎ島を占領後して水蒸気基地を設置。ポートモレスビー攻略船団は、水蒸気の援護下に進撃する。第19戦隊は、ナウルとオーシャン攻略に参加。MO 死体は、第19戦隊を支援した後精神して、南海死体を支援。 MO 機動部隊は、アメリカ軍攻撃に備えて、待機、5月10日に、ポートモレスビーを攻略するという複雑な予定であった。また、連合艦隊は、ラバウル方面の第25航空戦隊に対し、南洋部隊の作戦に協力するよう命じた。第25航空戦隊は、第11航空艦隊の基下にあり、南洋部隊とは、指揮系統が違う。 日本軍の戦力分散と作戦の複雑さについては、戦闘商法や米海軍大学校も日本軍苦戦の一員になったと指摘している。また、軽空母、小和は4月18日の同リットル、日本本土空襲でアメリカ軍機動部隊迎撃に出動し、それから急遽南下してトラック白地に進出している。MO 攻略部隊、MO 機動部隊ともに、 間に合わせ部隊であり、事前の打ち合わせ、訓練も、ほとんど行っていなかった。連合国軍は、米合連絡路の確保、南太平洋進出阻止を重視し、南太平洋方面に主として、米陸海軍兵力を急速増強していたが、日本海軍の暗号を解読し、軽空母、小大鳥と、大型空母2隻を含む攻撃部隊に護衛された。 輸送船団がサンゴ海に進出することを知った。この情報を得たアメリカ海軍は、第11任務部隊と、第17任務部隊を擁撃のために派遣した。また同リットル空襲を観光した、空母2隻も、新珠湾で補給を終えた後に、サンゴ海へ派遣した。1942年4月30日、つら攻略部隊の、第19戦隊がラバウルを出発した。 5月3日、第19戦隊は、軽空母、小和と、特設水上規模艦上川丸艦載機支援の下、フロリダ諸島に上陸したが、連合国軍はほとんど撤収しており、小ゼリアイが起きた程度で、日本軍の上陸作戦は成功した。日本軍は、水上機基地の設営を開始、同日夕方までに設営を完了した。MO 作戦第一段階完了に伴い、 第18戦隊、後藤少将の第6戦隊は次々に反転、部下島クインカロラで補給の後、南海死体と合流することになっていた。MO 機動部隊は5月1日、トラック諸島を出港した。同日には、第4艦隊機関鹿島と座上した、井上ら第4艦隊司令部が、トラック諸島からラバウルへ向かった。機動部隊司令官は、高木武雄少将で、 原忠和少将は、第5航空戦隊司令官として、高木の指揮下にある。第5航空戦隊の航空戦力は、空母一隻につき零式艦上戦闘機18、99式艦上爆撃機18、97式艦上攻撃機18。第5戦隊は、各艦零式水上偵察機1機、95式水上偵察機2機を搭載している。 MO 機動部隊は、ラバウルに、第25航空戦隊の零戦級機を輸送するため、寄り道したが、悪天候により2度にわたり、引き返したため、5月3日に、輸送の中止を決定した。MO 攻略部隊には、軽空母、小大鳥が護衛についていたが、作戦会議で公然と、反対した、杉山リーチのように多くの者が、軽空母一隻の護衛には、 限界があると感じていた。もっとも、日本軍は、空母歴新闘を、すでに撃沈したか、本国修理中であると推定しており、仮に3、産後海に、米空母が出現するとしても、空母サラトが一石と判断している。鹿島に座城した、井上ら第四艦隊司令部は4日に、ラバウルへ到着した。以後井上は、ラバウルの鹿島艦城から MO 攻略部隊。 MO 機動部隊、援護部隊、ポートモレスビー攻略部隊を指揮した。日本軍の戦闘商法における時間は、東京時間を基準としているため、現地時間とは2時間の差がある。以下は午前、午後時分を、東京時間を、現地時間とする。つらぎ空襲5月4日朝、日本海軍のつらぎ上陸を察知した、フランク・ジェイ・フレッチャー少将は艦隊を北上させ、 空母ヨークタウンからつらぎに向け攻撃隊が発進した。この日ヨークタウンからは4敗による攻撃がなされ、軽巡洋艦1隻、水蒸気母艦1、駆逐艦2、輸送船2、砲艦4隻を攻撃して、駆逐艦2隻、貨物船1を撃沈、軽巡洋艦1隻大破着底、水蒸気母艦1、駆逐艦、貨物船1隻が損傷と報告した。 実際の戦果は、駆逐艦、菊月及び総海底三隻を撃沈、不施艦沖の島と駆逐艦湯月が資金弾と、機銃装車によって勝破、上川丸の霊式観測機2機を喪失した。ヨークタウン側は、F4 回ワイルドキャット戦闘機2機不時技、DBD デバステーター来撃機1機を失い、SBD ドーンとレスキュー効果爆撃機6機、 t b d 雷撃機2機が損傷した。この他に、上川丸の戦闘商法によれば、零式艦速機が、プビー、カタリナ飛行艇を撃墜したが、作敵中の水上偵察機2機を喪失した。第4艦隊司令部は、MO 機動部隊に、なしえれば、即に、つらぎの援護機を出すべしと催促したが、ラバウルクーユで時間を浪費したため南方へ向かう。 ヨークタウンを捕捉することは不可能だった。だが、連合艦隊司令部はミッドウェイ作戦の検討で多忙であり、第4艦隊も作戦計画を再検討する必要性を認識しておらず、5月4日に MO 攻略部隊をラバウルから出撃させた。MO 機動部隊や陸上基地から発進した陸上攻撃機や飛行艇が アメリカ軍機動部隊を策敵したが発見できず、日本軍は米空母が南方に飛退したと考え始めた。だが5日には横浜海軍航空隊の97式飛行艇がヨークタウンの戦闘機体によって撃墜されている。さらに悪天候のため、妙高と羽黒の零式水上偵察機の回収に失敗し、2機とも使用不能になった。 両軍の策的5月5日、フレッチャー少将と空母ヨークタウンは、第11任務部隊、空母歴新ン,ンと合流、輸送艦、ネオ将から補給を受ける。その最中、アメリカ陸軍機から、日本軍機動部隊出現の情報を受け取り、また前述の97式飛行艇に発見されたため、日没後に北西に転出した。 5月6日午前6時、ショートランド白地で燃料補給を行った、軽空母、小大鳥と第6戦隊従順洋艦4隻が出港した。午前10時、横浜海軍航空隊の97式飛行艇が第17任務部隊を発見、約4時間にわたって、直接を続け、空母1、戦艦1、従順1、駆逐艦5という戦力と位置、 進行方向を打電した。ラバウルの山田貞吉少将は、横浜空の飛行艇部隊に魚雷を搭載しての来撃命令を加齢し、ブナカナウの立候補部隊には、翌朝の出撃準備を命じた。ただし、横浜空は、つらぎに進出して時間がなく、出撃することはできなかった。午後2時、特設水上規模艦上川丸が、デボイネに、入りパクし、 水上機偵察基地の設営を開始した。同基地には聖川丸飛行隊も進出した。翌朝までには、基地設営は完了し、上川丸は、第18戦隊と共に北方に被退した。午後5時30分、MO 主体司令官、後藤存次少将は、味方機動部隊を提置せざる。敵機動部隊は明日、ルイジアード南方海面より来週の三大なりと、通知し、 従順洋艦絹笠、古高から94式水上偵察企画艦に行き、対18戦隊上川丸の水上機を作的に投入した。その頃、MO 機動部隊は、山口機のアメリカ軍機動部隊発見電を午前10時47分に受信、攻撃準備を行いつつ南下していた。しかし、 作敵の不備から第十七任務部隊まで七十回立地点まで接近しつつ午後八時になって北西に反転、先制攻撃のチャンスを失った。現象省は戦後になって被発見を避けたのと基地航空部隊の作敵を信頼したと回想しているが、米海軍大学校研究では原は自らの安全を優先し、さらに作敵に観光を投入して、 攻撃兵力が減ることを嫌がったからだと指摘している。この時、MO 機動部隊の従順洋艦2隻、駆逐艦4隻は燃料補給が十分ではなく、午後4時30分に空母昇格、随格と分離して北上している。現象省の空母2隻が第17任務部隊と再接近した時、護衛駆逐艦は有明と夕暮れの2隻だけであった。 MO 機動物体の接近に全く気づいていなかった。フレッチャーは、第17任務部隊から、輸送艦、ネオショーと駆逐艦シムスを分離、次の給油店に派遣した。米給油艦等の撃沈5月7日、第4艦隊司令長官井上成美中将は、水上機部隊に、デボイネ南東165海里にある、敵港母に、 直接を確保せよと命じ、MO 機動部隊には、アメリカ軍機動部隊の撃滅を加練した。ラバウルの、第4海軍航空隊、第25航空戦隊からは、一式陸上攻撃機3機、つらぎから、横浜海軍航空隊の97式飛行艇4機も、加わり、35回の策敵を行った。MO 機動部隊では、現象症が、 航空参謀の正方策的案を却下し、南方重視の策的を指示した。午前4時、第5航空戦隊昇格と随格から偵察機12機が発進した。午前5時30分頃、昇格偵察機2機がアメリカ軍空母、輸送艦、従順洋艦発見を報告する。現象省は、自らの南方重視策敵が的中したことで勝利を確信したという。 午前六時十五分、随格から島崎重和少佐率いる三十七機が発進、昇格から高橋やか一少佐率いる四十一機、両艦合計七十八機が発進した。ところが、昇格偵察機の報告は、タンカーと空母の艦型を見間違えたことによる誤報であり、午前七時十五分前後に、MO 機動部隊第一次攻撃隊が到着した時、実際にいたのは、 空母ではなく、駆逐艦シムスと給油艦、ネオ章であった。日本軍攻撃隊は、ネオ章を放置し、幻のアメリカ軍機動部隊を求めて、付近の捜索を行った。午前6時50分、キヌガサ、古高偵察機より、昇格偵察機の報告位置とは全く違う地点に、サラトガ型航空母艦出現の情報が入った。MO 機動部隊は、 まず南方のアメリカ軍機動部隊を撃破し、続いて西方のアメリカ軍機動部隊を撃破するという方針を立てた。午前8時、2機の昇格索敵機は自分たちが発見した航空母艦の正体がタンカーであることに気づいた。昇格索敵機は午前8時35分になって、我が諸クセッセルは輸送船の誤りと報告した。 MO 機動部隊は強行に陥り、攻撃隊に機動命令を出すと、西方のアメリカ軍機動部隊へ変身した。MO 機動部隊第一次攻撃隊のうち、雷撃隊は、攻撃を行わず、キロにつき、午前9時30分99式、艦上爆撃機36機のみで急降下爆撃を、行った。この攻撃で、シムスが強沈、ネオショーには、 アメリカ軍記録直撃発発、資金弾発発があり、さらに被弾した、随格隊1機が体当たりを行った。航行不能となった、ネオショーは漂流し、5月11日に駆逐艦返礼、によって処分された。昇格作的機2機は母艦にたどり着けず、インデスペンサブルショーに、富士儀、搭乗員6名は、救助に向かった、駆逐艦有明に収容された。 MO 機動部隊は99艦爆2機、97艦航2機を失った。小大鳥の撃沈魚雷が命中した空母、小大鳥アメリカ海軍第17任務部隊では、2SBD ドーントレス作敵体10機を発進させ、2、第17任務部隊から、巡洋艦3隻、駆逐艦3隻からなる、クレース隊を分離して、ジョマード水道へ派遣した。クレスの任務は、 第17任務部隊が破れた場合、MO 攻略部隊を攻撃して、輸送船団を撃退することである。午前6時ごろ、北方へ退避する、第18戦隊と水上規模艦上川丸が、B-17 爆撃機の攻撃を受け上川丸が、勝破した。 不説艦津軽に対しても午前5時45分と午前10時30分に B-17 小数機による爆撃があったが、損害はなかった。午前7時35分、ヨークタウンの作敵機が空母2隻、従順洋艦4隻、全艦ヨークタウンの北西方向にありと、報告。続いて、周囲の作敵機が、日本軍水上偵察機1機、大撃機1機撃墜を報告した。 空母レキシントンから50機、空母ヨークタウンから42機、合計92機が発進して、日本軍機動部隊に向かい、艦隊には、レキシントンに F4 階 8SBD-10, ヨークタウンに F4 回 9SBD-1TBD-2 が残された。ところが、オーストラリアから飛来した B-17 爆撃機2機が、空母一隻、輸送船10。 その他艦艇16隻の存在を発見、爆撃を行った後報告した。続いて97式大艇が第17任務部隊に接近し、迎撃に出動した F4 階が撃墜する。直後に、ヨークタウン作敵機が帰還、先の空母2隻、巡洋艦4隻は、巡洋艦2隻、駆逐艦4隻の送信ミスによる誤報と判明した。 フレッチャーは目標を MO 攻略部隊に変更するよう指示している。この時 MO 攻略部隊は陸軍輸送船団の北北東25回離航法を航行していた。後藤少将は MO 機動部隊からアメリカ軍機動部隊発見報告を受信して空襲を受けることになると判断。軽空母小大鳥の戦力では対抗不可能のため輸送船団司令官。 カジオカサダミチ少将に北西への飛隊を指示した。日本軍各隊は輸送艦、ネオショーを米空母と錯覚していたため、現段階でアメリカ軍機動部隊が2軍ないし3軍あると判断している。午前8時30分頃、小鳥は艦船を3機発進し、午前8時50分頃、敵機15機以上を発見した。 午前9時頃、アメリカ軍歴シントンの攻撃隊は、右辺に小さな環境がある大型の昇格型航空母艦を含めた MO 攻略部隊を発見した。午前9時7分頃、アメリカ軍は2体に分かれて、小王取りに来襲して爆撃したが、すべて回避した。午前9時10分、さらに10数機が爆撃したが、資金弾のみで命中はなかった。この間、 対空砲火で SBD ドーントレス1機を撃墜。小大鳥直縁の96式艦上戦闘機3機による撃墜とする意見もある。小大鳥は歴ントン対 SBD28 機の急降下爆撃をすべて回避した。午前9時17分頃、0式艦上戦闘機3機を発進させた直後、20数機以上による歴ントン雷撃機体。 ヨークタウン攻撃隊の雷爆動時攻撃を受ける。午前9時20分頃、排水量1万3000トンの小型空母に爆弾13発、魚雷7本が命中した。小大鳥は午前9時31分マイナス32分に沈没した。MO 攻略部隊は一旦沈没現場を離れた後、サザナミが戻って小大鳥生存者を救助したが、 この際に輸送船団を護衛していた、軽巡洋艦夕張と遭遇している。直演戦闘機は3機が、デボイネ基地に着陸したが、残る3機は、行方不明となった。アメリカ軍は、SBD3 機、F4 回2機を喪失し、小大鳥撃沈の他に存在しない、重巡洋艦1隻の撃沈も報告している。まず、日本軍空母1隻を葬った。 フレッチャーだったが、撃墜した日本軍飛行艇やレーダーに映った水上偵察機により、第17任務部隊の位置が日本軍に報告されたと判断、他の日本軍機動部隊から空襲を受ける、可能性を考慮して残存 MO 攻略隊の従順洋艦や輸送船団にアメリカ軍の第2次攻撃隊を送らなかった。小大鳥沈没の速報により、第四艦隊司令部には、 衝撃が走り、井上中将は、日露戦争初期に1日で、戦艦2隻を失った、東郷平八郎大将の心境を思い浮かべて、平成を装ったが、動揺を隠せなかった。後に、カルフォルニア型戦艦1隻、従順洋艦1隻撃沈、ウォースパイト型戦艦大破の報告が入ると、井上中将は、閉めた。と叫んだほどであった。 日本軍陸上機による空襲第17任務部隊の本当の位置を報告したのは昇格偵察機ではなく、絹サ水上偵察機だった。ラバウルの山田貞吉少将は第4海軍航空隊、元山航空隊に出撃命令を出し、直ちに一式陸上攻撃機12機が発進した。続いて96式陸上攻撃機20機発進準備中に、 一式立航作的機から、戦艦に、大順に、駆逐艦に、ジョマード水道に向かうとの報告が入る。実際には、従順洋艦オーストラリア、マイ従順シカゴ、合計順ホバート、駆逐艦2隻であった。ニューギニア沖海戦で、空母、レキシントンに、護衛機なしの立航17機を向かわせ13機を、撃墜された日本軍は立航に護衛戦闘機をつける。 必要性を認識し、雷基地の台南海軍航空隊から零式、艦上戦闘機11機を燃料切れによる、不時着救助前提で発進させた。午前7時45分に、雷を発進した零戦11機は、午前10時55分に、誘導機と接触、米艦隊へと向かった。午前9時に、ブナカナウを発進した元山航空隊96、立航20機は、 午前11時28分に MO 攻略部隊の上空を通過すると、米軍機動部隊を策敵した。午前11時45分、上川丸の水上偵察機が、戦艦2隻、巡洋艦2隻、駆逐艦5隻の艦隊発見を報告。午前12時25分、96立後1機がエンジン部長で反転した頃、第4海軍航空隊の策敵機が、 航空母艦を発見せず、敵兵力は、戦艦2、大巡1、駆逐艦3を打電した。クレース隊の機関、豪州従巡洋艦オーストラリアを A 戦艦、ウォースパイと、米従順シカゴを、カリフォルニア急戦艦と誤認したのである。最初に空レース隊の上空に到達した部隊は、台南空の零戦11機で、戦艦1、巡洋艦2、駆逐艦3と報告した。 零戦に対するクレース隊の砲撃により第25航空戦隊の一式立航隊は雲下の敵艦隊に気づき2隊に分かれると強撃雷撃を行う。対空砲火で小林隊指揮艦機を含む4機が撃墜されクレース隊は被弾機の体当たりによりオーストラリアで火災が発生したものの投下された魚雷をすべて回避した。4空は一隻が 火災発生して、左に傾斜、マストを水面に覗かせるだけの艦を報告し、さらに、大関注意、自席指揮官が、戦艦一隻撃沈を平分で発信した。クレース隊が、一式立候来撃隊に、対空砲火を集中したため、午後12時30分、この元山空の96陸候19機は余裕を持って、水平爆撃を行った。マレー沖海戦では、 イギリスの戦艦プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦レパルスに爆弾を命中させた、立候中隊だったため、大戦火という幻想があったが、本海戦の水平爆撃では一発の命中弾も、なかった。彼らは、戦艦2隻、巡洋艦2隻、駆逐艦2隻発見、重巡洋艦オーガスタ爆撃、爆弾2発命中と報告したが、 搭乗員も戦火に確証を持てなかったという。この後、オーストラリアから飛来した B-17 爆撃機が空レース隊を誤爆、クレース少将は渋い顔で、アメリカ軍爆撃隊の技術が数分前に行われた日本軍雷撃隊のそれに比べて著しく劣っていたおかげで助かったと、この誤爆について皮肉っぽくコメントした。午後12時49分。 デボイネ基地の水上機部隊指揮官は、米艦隊が空レース隊と空母機動部隊の二手に分かれていることをつかみ、上川丸に報告した。日本軍攻撃隊は零戦十1機が、ガスタに、富士儀。4空の一式立候隊は、隊長機を含む4機を喪失。次席指揮官、小関中1機は、雷基地に、富士儀。別の1機が、デボイネ基地にフジギ、富士儀。 ブナカナウ基地に到着したのは、出撃時の半数6機であった。戦火は、艦型負傷戦艦一隻撃沈、重巡洋艦一隻大破と課題に報告された。帰島後の戦火分析で四空と元山空の戦火は、さらに水増しされ、カルフォルニア型戦艦一隻豪沈、永住巡キャンベラ型一隻、傾斜火災沈没の3大なり、ウォースパイト型戦艦一隻大破。 停止沈没の3代となった。4空は、クレース隊を8隻と認識しており、元山空は攻撃終了時に6隻残存と明確に報告したため、消えた戦艦2隻が沈没判定とされたという説もある。山田少将は戦火に疑問を抱いたが、米戦艦撃沈、衛戦艦大破という大本営発表を訂正することはできなかったという。 日本空母の白母攻撃午前11時から MO 機動部隊は第一次攻撃隊の収容を開始する。ネオショーを爆撃した艦爆隊の収容は遅れ、収容完了は午後1時15分だったという。午後12時、原は各隊にアメリカ軍機動部隊の正確な位置情報を求めた。すると各隊から次々に敵情報が入った。 情報を検討した MO 機動部隊は敵艦隊まで距離380回りと推定。午後1時距離の関係から7日中の攻撃を行わないと日本軍各隊に発信し、井上中将を含め日本軍各部隊を失望させている。日本軍 MO 機動部隊は第1次攻撃隊を収容すると同時に作敵機4機を 放ったが、アメリカ軍機動部隊の情報はなかった。すると、青葉作敵機より、アメリカ軍機動部隊が、北西方向への航行をやめて反転し、MO 機動部隊との距離が縮まったという情報が、入った。午後3時20分の上川丸推定結果、午後4時35分の97式飛行艇偵察結果、いずれも空ーース隊の一報告であったが、現象省は、 第17任務部隊の空母2隻の位置情報と、信じている。午後4時30分の時点で、米軍機動部隊は、MO 機動部隊の攻撃圏内に入るが、白母攻撃になり、帰還は夜となるため、三重の武士航空参謀と、大谷東之助通信参謀は慎重論を唱え、山岡光子、夫専人参謀は、攻撃を主張、現象省は、 千人参謀の強行論を採用した。下田久夫飛行長が、随格搭乗員に作戦を説明したところを多くの、者は、出撃に賛同したが、観光搭乗員の中には護衛戦闘機のない、攻撃に懸念を表す者もいた。攻撃にあたっては、夜間着艦可能な熟練者のみを選抜している。午後2時15分、随格から観光9機、艦爆6機、 昇格から観光6機、艦爆6機、計27機の攻撃隊が発進した。アメリカ軍第17任務部隊の周辺海域は、雲が多く、しばしば豪雨があり、つらぎ基地を発進した97式飛行艇も、悪天候のため引き返している。その天候でも、レーダーは接近する、航空機群を探知、空母歴ントンから F4 回ワイルドキャット9機、 ヨークタウンから F4 回11機が発進25回里まで接近した MO 機動部隊白母攻撃隊の迎撃に向かった。午後4時10分から約10分間の戦闘で 800kg 航空魚雷を搭載した97式艦上攻撃機16機はレキシントンの F4 回2機撃墜と引き換えに艦光8機を喪失、動揺した。 随格観光隊の佐藤隊員は暗号を組まず、攻撃隊、敵戦闘機のため全滅す。我作敵中の第一報を発信した。観光隊は試算して、MO 機動部隊に帰投したが、随格観光1機は、第17任務部隊の空母2隻を死人。だが、すでに魚雷を捨てていたため、見送るしかなかったという。隊の損害には、操縦員戦 偵察員操縦中の伝文を発信し、昇格付近で、藤木行方不明になった、小木原隊域も含まれている。艦爆隊は、約10分間の空戦において、損害を受けず、逆に、ヨークタウンの F4 回1機が未帰還となり、日没により、帰還不能となることを恐れたアメリカ軍戦闘機隊は、日本軍艦爆隊を放置して被退した。日没6分後、高橋少佐、 艦爆隊長は爆弾を投棄して、祈祷を命じ、約40分後に、空母2隻を発見して、着艦、よろしきやと信号を送った。着艦よろしいの返答があって99艦爆が、ヨークタウンと歴ントンへの着艦体制に、入ったところ、日本軍、アメリカ軍双方が、相手の正体に気づいた。上空には、日本軍艦爆隊の他に、アメリカ軍戦闘機隊も、 着艦のため空中待機しており、日本軍艦爆隊は母艦へ戻る F4 階を味方機と誤認してついてきたという見解もある。ヨークタウンのデイビス法術長は、総員、切り込み隊に備えという命令を出したが、すでに爆弾を捨てていた日本軍艦爆隊は退避し、アメリカ軍戦闘機の追撃を振り切って起動した。高橋少佐は着艦すると、昇格幹部に、 アメリカ軍の機動部隊、サラトガ型空母、ヨークタウン型空母、戦艦一隻が100回りで行動していることを訴えている。また、すでに火が暮れており、夜間着艦により12機を損失し、無事帰還したのは6機のみとなった。日本軍 MO 機動部隊の白母攻撃は、艦爆12機中1機、艦航15機中8機を喪失、他にも、被弾機を出して失敗した。 MO 機動部隊の使用可能航空戦力は、空母随格、昇格の合計96機、第17任務部隊は、空母ヨークタウン、レキシントンの合計118機となり、航空戦力比で逆転していた。水上偵察機部隊も連日の策的で消耗し、0式水上偵察機6、0式観測機3、95式水上偵察機3となっている。 MO 攻略部隊指揮官、後藤存治少将は、攻略部隊の北方退避大使と、小王取の生存者の救出を行うことを、井上中将に通知した。二つの大失態を犯した、現少将は、海軍を辞めると自責の念に駆られている。その一方、井上中将の、第四艦隊が、その位置に誤りなきやと問い合わせてきた際には、敵機動部隊は、サラトガガタイチ及び、 ヨークタウンが対地、その他感染数席にして、多体発見のものと別個のものとは認めがたきと、変電し、第四艦隊司令部の情報を信用せず独力で、策敵を行うことを告げた。午後8時40分、井上中将は、第四艦隊機密第378番電で、以下の内容を伝達した。今夜の夜戦結構を取りやむ。各隊は予定の計画に基づき、 ポートモレスビー攻略作戦を続行すべし。ただし、ポートモレスビー攻略日を X プラス2に改め、第6戦隊、第2に小隊を MO 機動部隊にカフ。MO 機動部隊は、危機器行動、ミニオカ、黎明捕捉撃滅すべし。アメリカ軍第17任務部隊では、空母歴新ン,ンのレーダーが起動する、日本軍艦爆隊を追尾。 30回里の地点で一つずつ消えていくのを確認した。シャーマン艦長は駆逐艦による夜間襲撃を意見不信したがフレッチャーに却下され、第17任務部隊は南東へ向かい、続いて西に向かった。MO 機動部隊も北上し、両軍機動部隊は遠ざかっていった。日本軍は艦隊を再編成し、後藤少将の第6戦隊から第2小隊を、 MO 機動部隊に編入、第6戦隊と第18戦隊が合同することになった。昇格の炎上5月8日、第17任務部隊の上空にあった寒冷前線は、北上して MO 機動部隊の方向に移動し、第17任務部隊の周辺は晴れ渡った。第17任務部隊は、歴新ン,ンの SBD ドーントレス18機を、 MO 機動部隊は97式艦上攻撃機7機を策的に投入した。第5戦隊、第6戦隊が現在関西中の水上偵察機は悪天候のため使用できないとの連絡が現象省の元に寄せられた。デボイネ基地に派遣していた第6戦隊所属機、上川丸、聖川丸の水上偵察機は策的を実施したが、 上川丸の所属機1機がアメリカ軍戦闘機に撃墜された。横浜海軍航空隊からは97式飛行艇3機が午前4時30分に、つらぎを発進。第17任務部隊近くで F4 回ワイルドキャット戦闘機により1番機が撃墜され、2番機は P-40 カーツス戦闘機に攻撃されて、退避3番機は特に発見もなく寄討した。 日本軍 MO 機動部隊からは午前4時20分に97艦航7機が発信。午前6時22分、昇格索敵機は、米軍機動部隊を発見、正確な位置情報を発信した。昇格索敵機が、第17任務部隊を発見したのと、同時刻、歴ントンの索敵機が、MO 機動部隊を発見、第17任務部隊に、日本軍機動部隊の位置を報告する。 フレッチャー少将は、情報の確実性を求めるため詳細な第二法を、待って攻撃隊発進を命じた。空母ヨークタウン、空母歴トン、合計73機の攻撃隊が発進した。同時にフレッチャーは、マッカーサー将軍にも、日米双方の位置情報を打電したが、陸軍航空隊の支援は期待できなかった。陸上基地航空隊の支援が期待できなかったのは、 日本軍も同様であり、第25航空戦隊司令官、山田貞義少将は、第4艦隊司令長官、井上中将の出撃要請を、天候不良にて、攻撃中止の理由で拒否した。山田少将は、第11航空艦隊に所属し、指揮系統の違う、第4艦隊と井上中将は、山田少将に出撃を命令できなかった。午前7時30分。 空母随格から島崎重和少佐率いる31機、空母昇格から高橋赤一少佐率いる38機、両空母合計69機の攻撃隊が進軍を開始した。続いて、直江隊が発進、両空母合計19機の冷戦が、米軍攻撃隊を待ち受けた。レーダーのない MO 機動部隊は、 前日の第17任務部隊のように敵機の早期発見、迎撃機の的確な誘導は望めなかった。爆撃を受ける空母昇格アメリカ軍攻撃隊は悪天候により戦闘機3、急降下爆撃機18、雷撃機1が脱落して起動した。第17任務部隊攻撃隊は途中で日本軍 MO 機動部隊攻撃隊と遭遇、お互いを無視し、 それぞれの母艦を叩くため進撃した。8時30分頃、ヨークタウン攻撃隊は、空母随格と昇格を発見、第5爆撃機中隊17機と、第5昇格機中隊7機は魚雷を抱いて、速度の出ない、第5雷撃隊と戦闘序列を組むため、上空を旋回した。この間に、随格は、スコールの下に入り、昇格は随格からの機関信号がない。 ため独自行動を余儀なくされ、両空母の間は8から9キロメートルも離れた。MO 機動部隊の人形は混乱しており、第5戦隊は、空母の前方8キロメートル空母2隻にそれぞれ駆逐艦が護衛につき、合流したばかりの、第6戦隊は、航空戦隊の後方5キロに続行せよの命令に、従って離れていた。ヨークタウン攻撃隊はスコールに隠れたではなく、 後方の昇格に狙いを定めた。午前9時バーチ隊7機は、日本軍直演戦闘機体の妨害を振り切って、昇格に急降下爆撃を行うも命中弾は、なかった。離脱するバーチ隊は、戦闘中に、昇格を発艦した、安倍特務少尉と、川西はじめ悲惨の冷戦に攻撃されて前期が、被弾、一期が、不時着、一方で、 防御火砲により明日武器に損傷を与えて、不時着に追い込んだ。バーチ隊は零戦4機撃墜を主張した。続いて、ショート隊17機は、昇格戦闘機隊5機、岩本徹三31飛走を率いる、追格戦闘機隊3機に襲われたが、チャールス・ワール・フェントン少佐の F4 回6機が、突入して、混戦となった。乱戦を抜け出したショート隊は、 バーチ隊に続いて、急降下爆撃を行い、s b d に機喪失と引き換えに、昇格に 450kg 爆弾2発命中という、戦果を挙げた。それに加えて、ショート隊は例戦後機撃墜を報告した。昇格は、エレベーターの陥没や、飛行艦板の破壊により、艦載機の運用が不可能となった。特に艦首前艦板左舷に命中した一発は、 ガソリン庫に引火し、黒煙が全艦を包み込んだ。2分後、テーラー少佐の雷撃隊9機が接近、すると2機の冷戦が妨害を行い、テーラー隊は距離2000メートルで魚雷9本を投下して退避した。アメリカ軍側は、この冷戦2機は F4 階によって撃墜されたと主張している。激しく炎上する昇格だったが機関は無事であり、魚雷をすべて回避。だが、 テイラー隊は、昇格に、魚雷3本が命中、大火災を起こして沈没確実と報告した。ヨークタウン攻撃隊は昇格を撃沈したと信じ、冷戦、合計12機撃墜を記録、SBD3 機損失、大破9、小破6、t b d 大破1、小破2の被害を出した。ヨークタウン攻撃隊に遅れること45分。 悪天候のため前述のハミルトン少佐隊が引き返し、半数以下に減少した、歴ントン攻撃隊21機が、嵐の中で昇格を発見した。すでに米空母サラトガを撃沈したと信じていた、減少将と参謀たちは、昇格の無事を願うしかなかった。オールト中佐以下、SBD4 機の急降下爆撃は、完全に奇襲となり、 昇格環境後方の信号マスト付近に一発が、命中して格納庫で火災が発生した。オールト隊は零戦の追撃を受け、護衛の F4 回2機は撃墜され、SBD2 機の未機関、オールト中佐機は零戦を振り切ったものの被弾しており、帰路途中で不時着、戦死した。続いて、ジェームズ・ H ブレッド・ジュニア少佐の雷撃隊と、ノエル・ゲーラータの戦闘機隊4機が、 昇格に接近すると霊戦隊の迎撃によりゲーラー機を除く F4 階3機が撃墜されたが大撃隊に被害はなかった。日本側は宮沢武雄一飛走の霊戦が TBD に体当たりしたと記録しているが TBD は不時着1機を除いて10機が生還しており実際には F4 階と衝突した可能性が高い。ブレッド隊は昇格に 魚雷五本命中撃沈確実。日本軍無線防樹により沈没したと報告し、これで、昇格は2回沈んだことになる。3発の4 5 0ラム爆弾が命中した、昇格は、戦死者76、行方不明33、戦勝者114を脱し、初着艦不能となった。随格霊戦隊は10機が発進して、被弾4。 悲劇追なし、アメリカ軍機24機撃墜を主張している。昇格零戦隊の被害は大きく、9機が発進して2機を、喪失、3機が被弾と燃料切れで、不時着、アメリカ軍機21機撃墜を主張している。第17任務部隊攻撃を終えて帰還した、昇格の搭載機は、無傷の随格に着艦した。 しかし、随格では早く甲板を開けるために修理可能な損傷機をも、海中投機せざるを得なかった。戦闘力を失った昇格は、従順洋艦の過去、古高、駆逐艦の塩、夕暮れに護衛されて北上し、戦場を離脱した。午後12時20分、塩は燃料補給のため補給点に向かい、午後4時には、第6戦隊が護衛を打ち切って、 MO 機動部隊に合流した。井上中将と第四艦隊は、日米機動部隊決戦の蚊帳の外に置かれており、サラトガ撃沈サラトガ撃沈は取り消し、待て、サラトガ、エンタープライズ、待て待て、味方、敵主力を攻撃しつつありといった伝聞を傍受して、一気一遊するしかなかった。特に、サラトガ撃沈の誤報を、全海軍に打電したことは、 井上中将と第四艦隊の面目を失わせた。歴ントンの炎上第17任務部隊を発見した、昇格作敵機は起動中に、日本軍攻撃隊69機と合流し、反転して攻撃隊を第17任務部隊へ誘導した。艦の機は増装を装備しておらず、燃料切れを覚悟の行動であった。午前9時15分。 日本軍攻撃隊69機は母艦を発進して、約2時間後に第17任務部隊を指認した。第17任務部隊は、日本軍 MO 機動部隊とは、対照的に、それぞれの空母を中心に2つの臨境陣を形成している。歴ントンのレーダーは20分前から、日本軍攻撃隊を捉えていたが、戦闘機隊との連携ミスで有効に活かせなかった。この時、 対17任務機動部隊上空に F4 回ワイルドキャット発揮があり、空母2隻の飛行艦板で合計9機が待機、艦隊に残された SBD ドーントレス23機のうち16機が空中待機している。SBD は雷撃隊阻止のために海面付近に配備されていたが、日本軍雷撃隊の速度を DBD デバステーターと同じ程度と想定しており、 TBD より高速の97艦航が頭上を通過するのを見送るしかなかった。雷撃隊の阻止に失敗した、ウッドハル隊は冷戦隊と、交戦、冷戦4機撃墜を主張し、SBD4 機が撃墜された。最初に、随格の雷撃隊8機が、空母ヨークタウンを、昇格の雷撃隊10機が、空母レキシントンを狙った。随格雷撃隊は、 F4 回2機に攻撃され、第2中隊からいで元気が撃墜され、第2中隊は、ヨークタウンを攻撃できなかった。ヨークタウンは、島崎詳細下4機の97艦航を迎撃、対空砲火で、日渡式を撃墜し、投下された、魚雷4本もすべて回避した。日渡式は、敵形順に突入と記録されたが、実際は海面に激突している。 随格雷撃隊のうち、いで元気を失った第二中隊三機は、米艦隊の位置関係が変化して、レキシントンに目標を変更、昇格雷撃隊十機と合流十三機で、レキシントンを雷撃することになった。レキシントンは随格第二中隊から山崎を五インチ手法で、撃墜、昇格雷撃隊から三機を撃墜した。このうち被弾炎上した、矢ノキは、 レキシントンの一番砲塔の下部に体当たりしている。一方、投下された魚雷は左舷に日本が命中、速力25ノットに低下、左に7度傾斜し、第2.46ボイラー室が浸水使用不能となった。続いて午前9時15分、昇格艦爆隊19機がレキシントンを、随格艦爆隊14機がヨークタウンを攻撃した。アメリカ軍。 第2戦闘機中隊4機と第42戦闘機中隊2機は昇格零戦隊に阻まれて昇格艦爆隊の阻止に失敗ブラスフィールドは零戦1機艦爆1機撃墜を主張したヨークタウン所属 F4 階は99艦爆と97艦港2機以上を撃墜し続いて SBD 隊を援護して零戦1機の撃墜を主張した クロメリン機は零戦三機撃墜を主張し、自らも被弾して、不時着水した。随格零戦隊は九機中一機が起動中でボイネに、不時儀、ドーン・トレス14機を含む29機撃墜を主張した。昇格零戦隊は九機前機が、母艦に起動し、ドーン・トレス6機を含む31機撃墜を記録した。上空で、激しい空中戦が繰り広げられる中、 レキシントンは午前9時18分からまで12分間の戦闘で魚雷2本250キロ爆弾2発命中資金弾5発を受けた。この時爆弾命中による5インチ砲弾誘爆を目撃した日本軍機は午前9時25分にサラトガ撃沈と発進した。だが、レキシントンは未だ健在であり浸水を食い止め火災も鎮圧した。一方、 火雷によって漏れ出したガソリンが気化して、引火、大爆発を起こして、消火不能となった。歴ントンは、駆逐艦、フェルプスの雷撃により自陳した。ヨークタウンは97観光3九99艦爆14機に襲撃されて、艦航1機、艦爆2機を撃墜し、艦航9機に襲撃され8機を撃墜、艦爆5機を撃墜したと記録した。 日本軍の命中主張9発に対し、実際の命中弾は2 5 0ラム爆弾1発だけであったが、監視至近距離の海面に自爆1機、至近弾3発が船体の接合部を緩めてしまい、燃料が漏れ出した。命中した2 5 0ラム爆弾は飛行貫緩を貫通後1.5インチ鋼鉄装甲の第四位貫緩で爆発、火災による黒煙とガスで 基幹化ボイラーインは持ち場から脱出した。三つの釜室が損傷するも、決死体の応急措置によりヨークタウンは24、ノット発揮可能となった。応急処置で燃料漏れは抑えたものの、給油管、ネオシ症を失っていたヨークタウンは、5月10日に、トイガタプ島に闘病した時点で、保有燃料を使い果たしていた。ヨークタウンはこの地で、英国商船から燃料を補給してもらい、 艦ドックで本格的修理をするために真珠湾へ向かった。燃料切れを覚悟で味方攻撃隊を誘導した艦の金造飛装長の昇格作敵機は未機関となった。アメリカ軍によればヨークタウン隊の F4 回ワイルドキャット2機は単独で MO 機動部隊へ向かう97艦航を発見して撃墜したがこの機が艦の機である可能性が高い。 同じように、昇格の佐藤機、石川機も F4 階に襲われ、石川機は、随格着艦後に投機処分、佐藤機は不時着して搭乗員3名は会場に、脱出したものの駆逐艦白露の捜索でも、発見できず、行方不明となった。高橋赤一昇先は単独で起動中、SBD ドーン・トレス1機とウィリアム・エヌ・レオナルド、注意の F4 階に襲われた。 アメリカ軍戦闘機が接近しても回避行動を取らず、後部機銃で反撃しなかったことから、高橋少佐とのつと組む将位、後部銃雑種の両者はすでに重傷を負っていた、可能性がある。第17任務部隊は、直江戦闘で零戦22、爆撃機11、雷撃機31撃墜、合計66機撃墜と主張。実際には、 日本軍攻撃隊は69機が出撃し、富士機や処分機を含め、約半数を喪失した。随格は、艦爆2機、艦航5機を戦闘で失った。昇格は、高橋少佐を含む艦爆7機、艦航5機を戦闘で失った。随格は零戦8、艦爆12、艦航4を収容後、昇格隊の零戦9、艦爆7、艦航6を収容した。 さらに着艦後に12機を海中投棄した。また、飛行艦板全部を大きく損傷した昇格に着艦した01001、艦爆1は、発艦不可能のため戦力とはならない。他に、01006、艦爆7、艦航1が不時着して救助されている。即時使用可能兵力は8日午後6時の報告で、01024、艦爆9、艦航6、 修理後使用可能を冷戦1、艦爆8、艦行8、9日午後には冷戦24、艦爆13、艦行8である。戦闘商法では以下の戦果を報じた。日本軍攻撃隊は、サラトガに爆弾10発、魚雷9本命中、ヨークタウンに爆弾8発、魚雷3本以上命中撃沈確実と、アメリカ軍と同じように戦果を5人、他にも、 米戦艦一隻と巡洋艦に魚雷命中と報告しているが、対応する艦は存在しない。実際のアメリカ軍の損害は、MO 機動部隊上空で、F4 回ワイルドキャット戦闘機8、SBD ドーントレス爆撃機3、DBD デバステーター雷撃機1撃墜第17任務部隊上空で、ワイルドキャット6、SBD ドーントレス15合計33機である。 昇格は爆弾命中により着艦不能となっていたため昇格攻撃隊と随格攻撃隊の双方が随格一石に群がって着艦した飛行甲板を常に着艦可能状態とするため整備長は損傷の大きな機体の海中投機を命令した佐藤義一隊尉が私の機が最後ですと報告すると MO 機動部隊司令部は閉まった 捨てすぎたかと狼狽した。現象省は攻撃隊の被害を見て、これじゃ、とてもできんなとつぶやいており、参謀たちも、攻撃機の激減により追撃の意志を揺るがせており、目前で炎上する昇格と攻撃隊の惨状に、司令部は次の作戦を考慮する余裕を失っていた。下田中佐、飛行長は搭乗員たちの疲労の深さに、第二次攻撃は中止すべきと判断していた。 加えて、MO 機動部隊は搭乗員の救出に、駆逐艦白露を分破、被体する昇格の護衛に、従順洋艦絹笠、古高、駆逐艦ジオ、夕暮れを分破、随格に随伴する護衛艦は、従順洋艦妙高、羽黒と駆逐艦有明、しぐれのみであり、その護衛艦も、残念量5から6割になっていた。現象省は、高木武雄中将に、 戦線整理を意見具心。これを受けて、高木中将は、攻撃隊は1100頃より逐次帰着、兵力整理中なるも、本日、第二次攻撃の見込みなしと連合艦隊司令部に、報告した後、第五航空船飛行機収容、兵力整頓並みに緊急補給の上改めて、攻撃を最高戦スとして、北上を決定した。貫基地からは、 横浜海軍航空隊の97式飛行艇3機が、魚雷を抱えて出撃したが、快適しなかった。MO 攻略部隊輸送船団は午後3時から午後4時に、かけて B-17 少数機の爆撃を受け、機銃の事故で、津軽に負傷者5名が出た。宇垣き連合艦隊参謀長の陣中に死し、戦争録には、減少症が、 宇垣参謀長に直接語った心境として、7日の、日は天運に恵まれず、海軍をやめんと考えたり、翌8日ようやく的に損害を与えたるも、我もまた傷つき、北上せよと言われれば喜んで北上し、攻撃に行けと言われれば行くという状況にて、戦火の拡大のことも頭にはありたるも、これを断行するの自信なかりしと記述されている。 米海軍大学校研究では、減少症について、意志が弱く、苦境になると、盲目的になる。全力を尽くさない軍人としての意志の欠如は、日本軍の勝利に貢献しないだろうと酷評している。井上中将の第四艦隊司令部は、米空母二隻撃沈確実との報告を受け、MO 機動部隊に対し、総追撃を加齢すべく伝文の作成にかかった。 すると入れ違いで、MO 機動部隊より、我北のボスの電報が届き、井上中将は、MO 機動部隊の判断を受け入れて、正式に撤退を命じた。MO 作戦は7月3日まで延期となった。山本56の連合艦隊司令部は、井上中将が独断で、撤退命令を出したと判断し、追撃を厳しく命令した。午後9時、第四艦隊司令部から、 この際極力残敵の殲滅に努むむべしと、追撃命令が出たため空母随格は再び、南化したが、アメリカ軍と快敵しなかった。大爆発を起こしたレキシントン総員退去後、炎上しながら沈没する、レキシントンアメリカ軍攻撃隊の誤報により、日本軍正規空母2隻を撃沈したと錯覚した第17、任務部隊は、勝利を確信した。 航空隊の報告によれば、正規空母一隻撃沈、もう一隻に千ンド爆弾三発、魚雷五本命中沈没確実、零戦後、爆撃機3を撃墜、第17任務部隊直江戦闘で零戦22、爆撃機11、雷撃機31を撃墜という大戦火である。ところが、歴ントンの攻撃隊が無傷の随格を目撃した、ため、 計算外の正規空母一隻が存在することになり、フレッチャーは南太平洋方面部隊に偵察を依頼すると、産後海から退避することを決定した。この時点で空母ヨークタウンの飛行艦板修理は完了、歴ントンの火災も大部分が沈下して、傾斜復元に成功し、なお戦闘機隊、艦爆隊の着艦、補給、発艦を開始するが、その時、 歴ントンの管内に充満していた気化ガソリンが、発電機か電気のスパークによって、因果、爆発が発生した。配電盤が故障して、通信機能が麻痺。続いて、応急指揮書が、全滅、5インチ砲弾,弾弾薬庫が、誘爆、には、SBD9 機、F4 回5機を発艦させたが、の爆発で操打室と機械室の放棄を余儀なくされた。 断続的に爆発が発生し、レキシントンは、航行不能となった。総引退許命令が出て、乗組員は、脱出を、開始、に、駆逐艦フェルプスが、来撃処分した。なお、ヨークタウンでも、燃料漏れは起きたが、レキシントン級の格納庫が、密閉式構造だったのに対し、ヨークタウン級は、開放式の格納庫だったので、気化した燃料が、 艦内に充満せず、難を逃れた。9日、フレッチャー少将は戦場を離脱した。日本軍水上偵察機部隊は富士機の捜索を行い、米陸軍航空隊の B-17 が各地の日本軍基地を爆撃したが、大規模な戦闘には発展しなかった。5月8日、長野治美軍令部総長は昭和天皇に、 三五海海戦の戦況と戦火を創上した。5月9日、新聞では、連合軍の戦艦、空母戦力損耗に、とどめの一撃。アメリカは、日本艦艇に立ち向かおうとしないだろうと報じられた。日本側戦火の発表は、米空母、サラトガ型、ヨークタウン型、各一隻撃沈。二万トン級給油艦大破、駆逐艦一隻撃沈。 敵機撃墜98機、ラバウル基地航空部隊の戦火は、米戦艦カリフォルニアが一石、高巡洋艦、ポートランドが一石、撃沈。栄戦艦、ウォースパイト型大破。米戦艦ノースカロライナが一石中破。米中巡洋艦ルイスビルが一石大破。東方の損害は、小型空母沈没、飛行機24機。また、サラトガ型。 ヨークタウン型空母各一隻撃沈、戦艦二隻撃沈派、我が宝庫型空母一沈没、飛行機三十一機未機関との大本営発表を行う。これまでは大本営発表は割合正確であったが、この海戦から戦火水増しが始まった。基地航空部隊の来撃はすべて外れて戦火は皆無であったが、攻撃隊は 艦型負傷戦艦一隻撃沈、重巡洋艦一隻大破と課題に報告したが、チェックする連合艦隊、軍令部でさらに水増しされ、大本営発表では、当日快適した艦は、それぞれ3隻の巡洋艦が戦艦に変えられ、まだ収益もしていないノースカロライナ級戦艦も付け足され、2隻の駆逐艦を、後順、中順に格上げし、それぞれ撃沈、大破、 中波と変更されている。書籍によっては、日本海軍が明らかに虚偽の大本営発表を行うようになったのは、ミッドウェイ海戦からと紹介されることもある。課題戦艦発表や自軍損害の秘匿については、連合軍側も行っている。5月10日、アメリカ海軍省は、日本艦艇撃沈確実25隻、撃沈お,お確実5隻。 激沈やや確実4隻と発表。これを受けて、ニューヨークタイムズ紙は、太平洋上の大会戦にて、日本軍撃退される。軍艦17隻内市22隻撃沈派、敵艦隊遁走連合国艦艇追撃中と発表し、アメリカ国民は、喝采を送った。5月10日、連合艦隊は五航線の機動部隊復帰を命じた。5月12日、 昭和天皇は、連合艦隊司令長官に対し、連合艦隊航空部隊派優先奮闘参五会に、お手代に米英連合の敵艦隊を、撃破せり陳信苦悩歌唱するのを直後おか詞した。連合艦隊側は、南洋部隊の作戦指揮に不満を抱いていたので、直後に対する報塔文は、本海戦の経過に、官民今後一層奮礼努力もって精止に、 福祉ランコトーキスで結ばれていた。5月15日、横浜空飛行艇が、ホーネット型空母2隻を発見したが、戦闘には発展していない。同時期、E29 号潜水艦は、大破した戦艦、ウォースパイトが、シドニー湾に入港したと報告。日本海軍は、特殊潜航艇、公標敵の投入を決断する。5月30日、公標敵は、 シドニー1攻撃を行っている。5月16日、南洋部隊は MO 作戦の延期を加齢して、米空母2隻を捜索したが、発見できなかった。この米空母は、ホーネットとエンタープライズであった。MO 機動部隊は5月16から17日、トラックに帰着した。5月17日、空母昇格は日本に戻り、クレに入港した。 同日、連合艦隊は、第5戦隊を、前進部隊に復帰させた。第2軍、司令官、トーマス・シー・キン・ケイド米少将第3軍、司令官、ジョン・グレゴリー・クレース・エイ少将第5軍、司令官、オーブリー・フィッチ米少将第6軍、司令官、ジョニエス・フィリップス米少将第7軍、司令官、ジョージ・エイチ・ホーデン大佐本海戦により、日本海軍は、 ポートもレスビー作戦を延期せざるを得なくなった。それまで順調に進められていた進行が止まり、5月7日の MO 機動部隊の南下が太平洋戦争における日本の水上艦艇の最南下地点となった。日本は MO 作戦で南東方面の戦略体制を整え、豪州北東部に威力を及ぼし、産後海を制止。 この方面の敵兵力増強を阻止することに失敗し、連合国は日本の進出を阻止し、計画通り南太平洋の増強が可能になった。日本は勝利を報じ、戦術的勝利が高く評価されたが、戦略的失敗があまり目を向けられなかった。本海戦では空母部隊、基地航空部隊、 水上機部隊の連携が極めて悪く、幾多の貴重な戦訓が得られたはずであったが、戦術的勝利に惑わされて、事後の研究が行われなかった。他にも、この海戦の戦訓として、綿密、迅速、正確な作敵が使命を制すること、アメリカ海軍機動部隊の迎撃戦闘機と、対空兵器は威力があり、 その対策が必要なこと、米球高化爆撃機は気づかぬところから急に爆弾を投下してくる恐れがあり、命中率も低くないことなど、日本海軍が直ちに取り入れるべき戦訓が多数あった。しかし、井上成美を穴取り三五回海戦を軽く見た、海軍首脳部は、海戦の内容をよく、調べようとせず、貴重な戦訓はほとんど帰り見られずに放置され、 ミッドウェイ海戦でその代償を支払うこととなった。日本海軍は第5航空戦隊を消耗し、5航戦の空母、昇格は修理に3ヶ月必要と判定され、空母、随格は無傷だったが、航空隊の損害甚大であり、5航戦は6月上旬のミッドウェイ作戦の予定戦力であったが、参加できなくなった。1942年5月14日に、 連合艦隊に対して南洋部隊から35回回戦における5航戦の戦死者の報告があり、その損害があまりにも大きかったので、昇格と随格の両艦とも到底実機作戦に使えないことが判明した。さらに17日、クレに寄港した昇格は修理に3ヶ月は必要であることが判明する。 こうして第一航空艦隊は3分の1の戦力を失った状態でミッドウェイ作戦に臨むことになる。一方、アメリカ海軍はすでにこの年の初めには空母サラトガが日本海軍潜水艦の攻撃で損傷し、この海戦で歴史ントンを失ったため次のミッドウェイ海戦で戦力を100%発揮できるのはエンタープライズと オーネットだけという苦境に立たされた。しかし損傷したヨークタウンは、真珠湾に寄港し、復旧には3ヶ月かかるであろうと診断された。損傷を不眠不休の特管工事で、応急修理、数日で、戦闘可能な状態に復帰させ、アメリカ本土へ交代した、サラトガの関西機を乗せて、ミッドウェー沖に出撃した。真珠湾攻撃以来、 日本海軍機動部隊の主力であった第1航空戦隊と第2航空戦隊は連戦連勝を収め、一方的な勝利に自信を深めていた。1航戦と2航戦から隠したと見られていた第5航空戦隊が35回海,海戦で検討したことは、1航艦や連合艦隊の過信を助長した。また、ラバウルの基地航空部隊による過大な戦果報告は、中央や、 連合艦隊にアメリカを過小評価する一員となった。井上中将は第四艦隊司令長官名で攻撃隊の空母二隻撃沈の方を十分に確認することなく正式に連合艦隊司令部に報告した。当初、日本海軍は太平洋の米軍残存空母を3から4隻、西海岸修理中1隻と見ていた。 軍令部、連合艦隊司令部、南雲機動部隊司令部は、産後海海戦で、空母2隻、撃沈、5月15日発見の健在空母2隻という、情報を踏まえ、ミッドウェイ作戦で、米空母は出現しないと判断し始める。また、仮に出現しても1航戦と2航戦で、外周一色と判断した。戦後、福留茂は、 日本海軍が進行を断念したのはミッドウェー海戦の敗北のためである。サンゴ海海戦は戦略的にも戦術的にも日本海軍の勝利だったとし、サンゴ海海戦は航空艦隊同士の航空戦員で勝敗を争ったという意味で従来の大環境法主義が転換したことを象徴する記念すべき海戦とも評価している。戦後、 アメリカ太平洋艦隊司令長官のニミッツ大将は戦術的に見るならば35海海戦は日本側にわずかに勝利の分があった。しかしこれを戦略的に見れば米国は勝利を収めた。海戦以来日本の膨張は初めて抑えられた。さらに重要なことは空母昇格の損傷修理と打ちのめされた空母随格の飛行隊再建の必要から これら両艦ともミッドウェー海戦に参加できなかったことである。両空母がミッドウェー海戦に参加していたならば、この海戦の成果に決定的な役割を十分果たしていたであろう。と語っている。本海戦は初戦の連戦連勝の中での初のつまずきであり、第四艦隊司令長官、井上成美中将は、本海戦によるポートモレスビー作戦の延期。 また戦火拡大を図る追撃を中止したことを理由に、権威を損なう臆病風、攻撃精神の欠如と、中央や連合艦隊司令部の指導者から非難された。軍令部やうがきまとい連合艦隊参謀長は愚か、連合艦隊司令部、山本五十六連合艦隊司令長官、長野治軍令部総長からも批判を受け、最終的に昭和天皇から、 井上は学者だから、戦は、あまりうまくないと評された。島田茂太郎海軍大臣に至っては、井上の召喚人物表で、戦記見る、民なし、時間の望みなし、特防なし、公文の実績上がらず、兵学校長、陳長官か、大将はダメと酷評した。土井和夫少佐によれば、連合艦隊司令部の伝報綴りには、 井上と第四艦隊に対する罵倒の赤字が書き殴られていたという。本海戦で井上は史上初の空母機動部隊同士の決戦における総指揮官となり寄せ集め部隊を率いて手探りで戦いを進めた。また、井上が作戦を断念して撤退したのは残った空母随格一隻の航空兵力だけでは上陸作戦を援護するには 不十分という判断や、井上が機動戦について、一撃離脱をすべきと考えていたことも影響している。この判断は、アメリカ軍第17任務部隊が戦力を喪失して、戦場を去り、産後海へ向かっていた第16任務部隊にも、新珠湾への退避命令が出ており、連合国が、日本の攻略部隊による、 ポートモレスビー上陸を防ぐことはできない状態にあったことが軍事資料から読み取れるため戦略的失敗である。しかし当時ポートモレスビー及びオーストラリア大陸北部のタウンズビルの飛行場にはアメリカ陸軍航空隊を中核とした計300機に上る航空戦力が配備されており空母が存在しない状況になっていたとはいえ5月8日の 時点でわずかに39機の使用可能機と17機の修理可能機を有していたに過ぎない MO 機動部隊がポートモレス B 攻略を成し遂げることはよほどの幸運でもない限り不可能とする意見もある。真珠湾攻撃時の攻撃隊発進距離は230回入り、ミッドウェイ海戦時期地空襲時は210回入り。第5戦隊機密第859番電 距離の関係上、本日後高戦の飛行機をもってする攻撃は、遺憾ながら、見込みなし。当部隊1200、南位13度45分、統計158度13分、1520、敵主力部隊は、デボイネの220度、135海里、進路165度、20キロトン、1635、正確なる、偵察の結果、 ロッセルの241度170回り、敵心90度、敵速16キロトン、兵力空母1、従順1、軽順2、駆逐艦4。ありがとうございます。